はい、どうもヤミです。今日はですね、このマクドナルドで、ハッピーセットを注文すると、おもちゃがもらえるってやつで、ルービックキューブがもらえるんですけども、それのうちの、この 2×2 のこのアーチになってるタイプ、これ結構難しいと思います。はい、これができなくて困ってる人が、結構いるんじゃないかなと思って、これの作り方を今から、分かりやすいように解説したいと思います。はい、とりあえずですね、これ 2×2 ということなんですけど、ちょっと違うんですよ。はい、ほとんど 2×2 の動きで作ることができるんですけども、これを見る感じだと、なんとなく先に、このぐちゃぐちゃにしたとして、先にここを下の四角い部分を作って、そしてこのアーチの部分、ここを揃えて終わりっていう風な感じのイメージだと思うんですけど、これね、僕気づいたんですよ。これ反対にして作った方が絶対作りやすいです。どういうことかというと、まずぐちゃぐちゃになってるとして、この、アーチになってる部分、これを下にして、こういう感じで先にここを作ってから上のこの四角の部分を揃えると、はい、こうすることによって、すごく簡単に、作れるなと思いました。はい、ということで、その、方法をですね、今から紹介していきたいと思います。全部で、とりあえず1段階目でここを作って、2段階目で上を揃える。上っていうのがこのオレンジのミニオンの部分ですね。で、最後にここを揃えるんで、本当に真四角のやつのタイプの解説もやったんですけども、その時も、3段階で、完成させることができたんですけども、やっぱりこれも、3段階ありますね。1段階目でここ揃える、2段階目でオレンジで、3段階目で全部完成と、そういう流れになってるんで、まずは、これを崩して1段階目の説明からしたいと思います。それでは、一度崩してみますね。適当に。これね、難しい上に、あと硬いんですよ。硬くてすごく動かしにくいんで、結構ね、もうこれを完成させるのは厳しいっていう感じだと思うんですけど、まあ、やり方さえね、分かってしまえば、みんなね、誰でもできるようになると思うので、頑張って分かりやすいように解説したいと思います。まあこんな感じでしょうか。適当に混ぜたんですけど、はい、これでいいですかね。先ほども言った通り、このアーチになってる部分、そこから作っていきたいと思います。はい、でどうすればいいかというと、この部分を作るっていうのは多分適当に回しててもそのうちできると思うんですよ。まあ例えばそうですね、まあこれをぐーっと持っていったら、あ、ここ揃ったみたいな感じで、適当に他のやつも回していってると、なんか、それっぽくなると思うんですよ。なると思うんですけど、確実に作る方法というか、まあこうやってたら、適当に回さなくても一応揃うよみたいな感じのやり方があるので、その方法を紹介したいと思います。あとここ揃ってるじゃないですか。で、上見た時にここ揃ってないじゃんって思うかもしれないんですけども、これでいいんですよ。このキューブは、半分が赤で半分が黄色みたいな感じなんで、もう見た感じ揃ってないんですけど、これで揃ってるということですね。ただ、ここ黄色今あるんですけど、これが、ここにあるとまずいんですよ。これはこっちです。黄色、赤みたいな感じでやらないといけないです。で、あと注意しないといけないのが、この絵柄ですね。絵柄、この今合ってますよね、青で。で、もう一つ合う方法があるんですよ。それっていうのが、こういう状態、絵柄合ってんじゃんってみたいな感じなんだけど、これ目がね、上と下向いちゃってるんで、この状態っていうのは、これでもし作っていくことできるんですけど、最終的に、完成しないようになってます。これで進めていくと、最後はなんかこう色がね、どうしてもちょっと違うじゃんっていう風になって完成しないので、これはまずいです。目が上と下向いてる状態は危険なので、これは回避してあげてください。ちなみにこれを、通常の状態に戻す方法はですね、まずこのこっち側、まあどっちでもいいんですけども、2回動かします、下に。そしてまたこのこっちを2回動かすと正常な位置に戻ってきます。はい、とりあえずこの1セットは、誰でも作れると思うんですよ。まあここまで作っていただいて、あと、反対側ですね、こことここですよね、入れるんですけど、まあ、入れたいところの、まあ、例えばここに、正しいキューブを入れたいとするじゃないですか。そしたら、ここは赤と、この緑のミニオンが
来るべきところなんで、それを探すとこれですよね。この入れたいところの上にとりあえず持ってきます。はい、持ってきました。持ってきたら、この列あるじゃないですか、これを一回上に、そしてこの列を、右というか、こっちですね、こっちに動かして、でこの列を下に戻すと。一度やってみます。上げて横にして戻す。はい、でも入ったんですけど向きが違うじゃないですか。そしたらもう一回それをやります。上げて右戻す。はい、でまたここに行っちゃったんで、これを入れたいところの上に持ってきます。で何回もやるんですよ。そしたらそのうち上げる、横を下げる、入りましたね。入るんですよ。今ここからここまで合ってます。そして最後、ここに入れたいんですけど、ここに入れたいキューブがここにあります。そしたらこれをこの入れたいところの上まで持ってきます。はい、この状態でまた、こっち右側にある場合は、ここを上げて、で今度はこっちに動かしてまた下げると。それを繰り返せばそのうち入ります。一回やってみます。1上げる、2で左で、3で下げる。はい、入ったけど向きが違いますね。もう一回やってみましょう。上げる、横、下げる。はい、で今ここでまた揃ってるんですけど、これ目が上と下向いちゃってるんで、これは違います。で、まあ、そもそもこっちで揃ってるんで、ここに入れないといけないんで、ここじゃないです。はい、また入れたいところの上に持ってきましょう。これで上げる、横、下げる、上げる、横、下げる。入りませんでしたね。多分次に入ります。もう一回これを上げる、横、下げるで溶かします。でここにまた持ってきて、これで上げる、横、あ、動きにくい、下げる。はい、入りましたね。これで、目がちゃんとした向きで両方ね、青と緑で、ここも赤、黄色という感じで揃ってます。これで第一段階目が完了ですね。次は、この上の上面っていうのがこのオレンジのミニオンになるんですけども、ここを揃えるということですね。では、今から第2段階目に行きたいと思います。はい、では第2段階目ですね。2段階目は、この上というかね、まあこの丸型を下にした時に、このこっちを上って言ってますけど、このオレンジのミニオンを揃えるということですね。はい、でこの時にやる手順っていうのが、基本的に一つの動きしかしません。はい、だから一つの動きを覚えたらもうできるんですけど、あのパターンですね、このここを揃えた時に上側になってるデザインのこの配置のパターンが、7パターンあります。はい、その7パターンを、全部覚えるっていうか、覚える必要ないんですけども、向きですね、例えばこの状態だったらどの向きでその一つの手順をやればいいのかっていうのを、説明していきます。全てのパターンで、全部のパターンを、上側のここに画像で出してますので、左から順番にやっていきたいと思います。とりあえずこれはパターン1になっているので、パターン1から説明します。はい、はい、それでは、パターン1なんですけども、この何を見るかというとですね、この上に来るはずのオレンジが、今どこにあるかっていうのを見るんですね。で上に2個、そして側面のここに2個ありますね。周りを見てみると別にどこにもオレンジないじゃないですか。オレンジっていうのは、もう4つしかないので、2個2個で4つです。はい、こういう形になっている時ですね。上に2個、前にっていうかここに2つ並んでると、この状態になったら、向き、持つ向きなんですけども、こう向きです。こうじゃないです。こうでもなく、こうでもなく、こうです。このオレンジが自分の方に2つとも向いているような状態ですね。この状態で、次の動きをします。はい、ではいきます。まず右側を上に、で上を左に、そして右を下げる、でもう一度上を左に、そして右を上げて左に2回です。1、2、そして右を下に下げると。はい、そうしたら、形が変わって上のオレンジが一つになりました。はい、これっていうのは、先ほど紹介したパターンの6のパターンになりました。はい、これ1から5のパターンっていうのが、一つ前の段階で、6と7のパターンが、一歩進んだ状態です。6と7のパターンになったら、次にここを揃えることができます。
でも1から5のパターンだと1回6か7のパターンに変えてあげてから上を揃えると、そういう流れになるので、今は1のパターンが6のパターンに変化しました。はい、これで、とりあえず1のパターンは終わりです。では次2のパターンですね。はい、これが、2のパターンというやつですね。まずどんな形かというと、上側にオレンジがこう斜めに配置されているようなこういう状態ですね。であと残りの2つは、こことここにあると。はい、向き的にはなんかいろいろあると思うんですけど、結局持つ向きはこうです。斜めにあって、左側の前にこう自分の方に向いてるオレンジがあると、そして奥にオレンジがこっち向いてると。こうではないし、こうでもないし、こうでもないので、こうです。この状態でパターン1と同じ動きをします。はい、ではいきます。右側を上げる、そして上を左、そして右を下げる、で上を左に1回、右を上げて左に2回、そして下に下げるだけ。はい、そしたらまた形が変わって、1つになりましたよね。はい、この状態になったら OK です。1つっていうのは上側にオレンジが1つという意味ですね。はい、この状態になったら OK です。パターン2のやつがまた、パターン6に変化しました。これはこれで OK なので、とりあえずパターン2は OK です。はい、ではパターン3ですね。今回は、パターン1とちょっと似てるんですけども、上に2つあって、パターン1はここにあったらここにオレンジが2つあるような感じだったんですけども、今はここにあります。この横ですね。こんな感じであるので、このパターンになった時、これはですね、こういうふうに持ちます。上に2つがあって、後ろの2つが横向いてると、この状態になったら持つ向きはこうです。この状態でさっきからやってる動きをやるだけです。ではやってみます。右を上げる、上を左に、右を下げる、上を左に、右を上げる、上を左に2回、1、2、そして下げる。そしたらまた形が変わって、この上面にオレンジが1つだけのこの状態になりました。そしてこれはまたパターン6ですね。パターン6に変わりました。パターン3のやつがパターン6に変わったということですね。これはこれで OK です。では置いておきます。はい、ではパターン4ですね。これは上に、オレンジが1つもなくて、前に2つで後ろの横に2つというような感じですね。まあ、別にこれが絶対に前ということはないんですけども、まあ、こういう配置ですよね。こうだとしたらここに2つと後ろに2つみたいな感じの、こんな感じの配置になった時、これは、持つ向きはですね、こう持ちます。こう持って、全く同じ動きをするだけです。はい、ではいきます。右を上に、上を左に、そして右を下げる、上を左に、右を上に、ここで左に2回です。1、2、そして下に戻す。はい、そうすると形が変わって上面にオレンジが1つだけになりました。はい、そして今回は、7ですね。これ第4パターン目のやつが7パターン目のやつに変わりました。こうなったら OK です。じゃあ次いきます。はい、5パターン目の、状態ですね。これは上側にオレンジが1つもなくて、横にオレンジが2つ並んでて、反対側のところにも並んでいると、こういう状態ですね。こことここにある、こことここは違う。はい、向かい側同士が、2個ずつ並んでいると、こういう状態になった時の持ち方なんですけども、こういう時は、こう持ちます。自分の方にオレンジが向かないような状態にして、こういう風な感じで、これでもいいし、別にこっちでもいいです。どっちでもいいので、オレンジを横にして持ちます。この状態で同じ動きをするだけです。ではいきます。右を上に、そして左に、右を下げる、左に1回、右を上に、ここで左に2回です。1、2、そして右を下げる。そしたら上の形が変わって、上面にオレンジが1つだけと。はい、そしてこれは
右のパターンっていうか、パターン7ですね。7に変わりました。こうなれば OK です。では次から、一歩進んだと言っている形のパターン6とパターン7を紹介したいと思います。はい。はい、それでは、パターン6の、説明をします。これがパターン6と言われるもんなんですけども、まずどういうふうに見分けるかというと、この上側にオレンジが1つだけっていう状態で、さらにこの左の下にこういうふうに置いた時に、ここの色がオレンジだった場合、それはパターン7です。今はここにオレンジがないのでパターン6ということになります。オレンジはここにあります。はい、この状態になったら、持ち方はこうです。右下にオレンジが来るような感じで持って、この状態で、今までやってた動きとは、ちょっと違うんですけども、反対側で同じ動きをするような感じです。逆ですね。今までのが右のバージョン、右側でこう動かしたじゃないですか。だから右のバージョンと言ってるんですけども、今度は左で反対の動きをするだけです。はい、この今まで上を左に動かしてたと思うんですけど、これを右にするような感じですね。一度やってみます。まず左を上に、そして右に1回、左を下げる、そして右にもう1回で、左を上に、ここで右に2回です。1、2、そして左を下げると、あ、硬い。はい、そしたら上が揃いましたね。はい、この絵柄はですね、ちょっとずれてるんですけど、これは全然問題ないです。最終的に全部揃えた時は、ここが揃うようになってます。なのでここを揃えようとしなくて全然いいです。ここは気にしなくて大丈夫です。こうなったら6パターン目というか、これで完成ですね。では次は7パターン目を紹介します。はい、では最後の7パターン目ですね。はい、これになったらですね、まあ、上が、オレンジ1つと、そして左下に置いた時にここにオレンジが来てますよね。ということはパターン7だということです。さっきのパターン6はここになくて、ここにオレンジがありました。はい、なので左のバージョンというやつだったんですけども、今回は右のバージョンです。はい、今紹介している1から7のパターンの中で唯一6だけが左のバージョンです。あとは1から5で7も含めて右のバージョンしかやってません。はい、つまり右のバージョンというのは今まで1から5でやってた動きと全く一緒の動きということですね。はい、あとは向きだけが大事なんですけども、向きは左下にオレンジを置いたこの状態、これでもう大丈夫です。この状態のまま、右のバージョンをやるだけです。ではやってみます。右を上に、上を左に、そして右を下に、で上を左、右を上、ここで左に2回、1、2、そして右を下げる。はい、できました。また絵柄の、こう違うんですけども、これは全然気にしなくていいです。はい、オレンジが揃ってれば問題ないです。これができたら、この第2段階目終わりですね。あとはもうここ最後ここだけを一発で全部揃えて全部完成という形ですね。はい、ここまでは、大丈夫でしょうか。はい、まあ多分大丈夫だと思うので、このまま進めていきたいと思うんですけど、次は第3段階目になります。はい、では一度置きます。はい、では第3段階目ですね。1段階目で下を揃えて、2段階目でオレンジを揃えましたよね。はい、次は、ここを見ます。この側面ですね、上側の段の側面を見ると揃ってる面がありますよね。ここです。はい、これを見つけたら、揃ってるところと合わせる、黄色なんでここですよね。ここに、この上ですね、ここに持ってきましょう。こういう風になったら、あと揃ってないのはこの辺、まあ厳密に言うとこれとこれなんですけど、これとこれを、正しい位置で配置すると、もう全部揃うという状態なんですけども、それのやり方ですね。はい、まずこの揃ってる面あるじゃないですか、これを自分から見て左側のこっちにして、こういう感じで持ちます。はい、これで、この第3段階では一つの動きしかしないんですけども、その一つの動きっていうのが、ティーパームっていう動きですね。はい、そのティーパームっていう動きを覚えたら、もうできます。はい、今からゆっくりやるんですけども、ちょっと長くて、大変な動きなので、
じっくり真似しながらやってみてください。もし分からなくなったら動画戻したりとかしてね、何回も見てやる必要があります。で、失敗してしまって変になってしまったら一からやるしかないので、そこはちょっとくじけずに頑張ってやっていただきたいんですけど、はい、とりあえずゆっくり今からやりますので一緒にやってみてください。ではいきます。まず、左側に揃ってる面を持ったこの状態で、右側、これを上に、そして上を左に、そして右を戻す、そしてこの上を右に、こっちですね、そして右のこの列を下に、この次に、今回初めてやる動きなんですけども、この前のこの列を下に、はい、そしてこの右の列を上に2回です。1、2、はい、ここまで来たら上の列を右に、右を下に、またまた上を右に、はい、ここまで来たら、この右の列を上に、そして上を左に、そして右を下げる、そして最後にこの列を上に上げる感じですね。この前の列上に上げます。はい、そうすると、不思議なことに全部揃うと、はい、緑もオレンジも青もで、ここもアーチの部分を揃ってて、目の向きも合ってると、上向いたり下向いたりしてないということ で、さっきオレンジもなんか柄がバラバラだったんですけども、それもちゃんと揃うんで、はい、これで、完成となります。はい、そして今はこうティーパームをやる前にですね、ここを見た時に黄色が揃ってたじゃないですか。でこれを見た時にですね、黄色というか、まあここが揃ってる場合とかは、緑に合わせてあげたらいいし、赤だったら赤、青だったら青っていう感じで合わせてあげて左に持つんですけども、全くどこも揃ってない時があります。はい、その時の、やり方も解説しておきます。まあ簡単です。一度作りますね、それ。はい、どこも揃ってないパターンを作りました。こういうことですね。下揃えて上揃えた時に、で横を見たこの時にですね、揃ってるところがないじゃないかということで、まあ合わせるにも合わせれないという状況になった時ですね。この時はですね、すごく簡単です。簡単というか、あのティーパームを覚えてたら簡単です。向きは本当どこでもいいので、ここでもいいし、ここでもいいし、ここでもいいので、ティーパームっていう動きを一回やります。そうするとどこかが揃うので、揃ったところを合わせてあげて、で合わせたところを左に持って、それでティーパームをやればもう完成します。つまりどこも揃ってない時は、ティーパームを2回やれば、全部揃うということですね。はい、ではいきますね。まず、右側を上に、そして上を左に、右を下げる、で上を右に、そして右を下げて、この時前の列を下に、そして次に右の列を上に2回、1、2、はい、そして上を右に、右の列を下に、上の列を右に、この次に右の列を上で、上の列を左、そして右の列を下に、そしてこの前の列、これを上に上げるだけです。はい、そうしたら形が変わって、どこか今はこの緑ですね、緑が揃ってます。そしたらこの緑を緑で合わせてあげて、で揃ってる面を左に持って、この状態でもう一度ティーパームをやれば完成です。はい、では最後に一回やってみます。上げる、左、下で上を右に、そしてまた下、この時に前の列を下です。はい、で、この列を上に2回、そして右、下、右で上げる、左、下、そして前の列を上に上げたら完成です。青のミニオンとオレンジも、あの全てのミニオンが、柄も合ってて色も揃ってると。はい、これで全く問題なく、最後まで作ることができるので、ずっとねこれができなくて困ってた、お子さんとかね、まあ、親御さんもいると思うんですよ。はい、これパパこれやってよって言われてやるんだけども全くできないみたいな
状態になっている方が多いと思うので、これでできると思いますので、まずは、お父さんとかがねマスターしてあげて、それでお子さんに教えてあげたらどうでしょうか。はい、ということで、アーチ型の 2×2 の、解説動画となりました。はい、それでは、このチャンネルを見て、いいと思っていただいた方は、グッドボタンを押してくれたら嬉しいです。あと、チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではさよなら、頑張ってみてください。